6月7日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて95円42銭高い 16,675 円45銭で終えています。トピックスも昨日に比べて 8.34 ポイント上昇し 1340.77 で終えています。ただ東証一部商いの方は低調でありました。東証一部の売買高が16億1400万株、売買代金の方は1兆7798億円にとどまりました。薄商いに売りなしといったところであります。換算に売りなし相場というのが東証一部の動きでした。そして新興市場ですが、マザーズ指数はこじっかり11ポイントパーセンテージにして 1% の上昇でした。日経ジャスダック平均は 7.57 円パーセンテージにして 0.3% の上昇でありました。東京市場は全ての指数が上昇しました。それでは日経平均株価の日足チャートをご覧いただきたいと思います。昨日は朝方急速に進んだ円高を嫌気して朝方売られましたが、結局戻して高値引けしたのが昨日の動きです。ただ高値引けしていますが、緑の線25日線には届きませんでした。今日は25日線に絡むような動きとなりました。終値では95円高 0.5% 高で終えています。なかなか相場全体を買い上がったり売り叩いたりというような強い材料は強弱ともに強烈な材料は出てきませんでした。こうした中で業績ですとかニュースを手がかりに個別物色という流れで1日を終えました。その中でまず月次業績を小売各社が相次いで発表していますけども、月次業績が不調で売られた銘柄をご紹介しましょう。3197のスカイラークです。ファミレスのスカイラークでありますが、こちら5月の既存店売上高が前年同月に比べて 3.6% 減ということであります。前年同月を下回るというのは3ヶ月連続だということでありまして、今日はこれが売り材料にされました。 2.7% の下落でありました。商いを伴った下落であります。スカイラーク、この日でありますが4月上旬3月の売上を発表しまして、3月の売上が前年の3月を下回ったということです。この発表した日では3月ですとか4月、そして昨日発表した5月の売上高が不調で、このところ株価の方下落トレンドが続いています。25日線この緑色の線がこのように一貫して右肩下がりとなっています。一方で、こうした小売株などディフェンシブの一部軟調でありましたけども、今日は、昨日に比べると円高がやや落ち着いたというところなんでしょうか。機械セクターなど外需関連には資金流入が見られました。その機械セクターの一角 6141DMG 森精機です。こちら工作機械最大の世界最大のメーカーでありますが、 DMG 森精機、このように昨日安く始まって戻りを試した後、今日引き続き買い物が流入と、上髭の部分では緑色の線25日線を上抜く場面がありました。このように円高一服を受けて外需銘柄おおむねこのようなチャートになっていますが、機械の一角である DMG 森精機、今日は 4% 近い上昇で終えています。昨日買われていたディフェンシブセクターがどちらかといえば弱含み、昨日円高を嫌気して売られていた外需セクターがどちらかといえば強含みというのが今日の1日の物色動向でした。以上、東証アローズよりお伝えしました。